こんにちは、竹村です。今日もおせんべいネタなんですけれども、今日は皆さん大好きなおせんべいですね。おにぎりせんべいの醤油濃厚版、おつっていうやつですね。の動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。おにぎりせんべいおつ、醤油濃厚版。それではしましたら、まず原材料名の方からご一緒にご覧いただきたいと思います。こちら、うるち米、アメリカ産ということですね。植物油、醤油、砂糖、デキストリン、醤油加工品、ポークエキス、海藻って読むんですよね。すいません。あとは卵黄、バター、加工でんぷん、調味料、乳化剤、酸化防止剤、パプリカ、色素。ということです。その上、カロリーの方は一袋あたり214キロカロリーということですね。やっぱりお菓子なのでちょっとカロリー高いですよね。おにぎりせんべい濃厚バージョン、特製タレがたっぷり染み込んだ濃厚な味、サクサクカリカリの絶妙なハーモニー、一度食べたら癖になる禁断のおにぎり、その名はおつということです。さあ、それでは中身の方チェックしてみたいと思うんですけれども、皆さんはお菓子はどっちから開ける派でしょうか。こう開ける派でしょうか。上ですよね、もしくは切り取り線ですよね、こちらビリッといく方でしょうか。もしくはここですよね、を袋のお腹っていうんですか、ここを開けるタイプでしょうか。私はここを開けるタイプなんですけれども、どうなんでしょう皆さんはまあそんなことはどうでもいいんですけれども、はい、こちらがおにぎりせんべいの中身です。見えづらいですね。おにぎりせんべいの中身です。これちっちゃいっすよね。あれ、ノーマルバージョンのおにぎりせんべいとはちょっと大きさ違いますよね。もうちょっとノーマルバージョンでかかったと思うんですけど、はい、そういたしましたら、おにぎりせんべいおつですよね、醤油濃厚、お味の方チェックしてみたいと思います。普通のおにぎりせんべいの醤油が濃いっていうタイプですね。ちょっともう一回チェックしてみます。おにぎりせんべいおつのお味なんですけれども、やっぱちょっとちっちゃいです。で、それから味の方は普通のおにぎりせんべい、ノーマル版の お味に醤油ですね、醤油じゃなくて醤油を濃くした感じのテイストですね、甘辛くって、香ばしさバッチリで、醤油が少し濃い感じがいたします。美味しいです。これはセブンイレブンさんの方でゲットしてまいりました。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。